よし、さっさと先生見つけるぞ。張り切りすぎて怪我をするなよ。ん？奥に登れそうな坂が見えるな。行ってみようぜ。レイ、下には敵がいるようです。気をつけていきましょう。最高の入り口に近い。ここで倒さないと。町の被害を抑えないといけません。警告、エネルギー残量不足。出力を果たすな。死ぬわけにはいかん。素敵な品ですね。奥に敵がいます。気をつけて。この時は技術を使います。うまい具合に避けて攻撃だな。アクセラ警告、エネルギー残量不足。キル放送範囲活動停止。空気出力停止。進みましょう。頑丈に敵です。勝たない。技術なら何とかならないか。ゴー。やったわ。お怪我はありませんか。品ですね。前方に光線反応を検知。開けた場所に出られたようだな。ここでは明らかに違う敵がいます。強そうだな。どうする、倒しておくか。常に戦い続ければいいわけではない。撤退も選択肢の一つとして考えろ。呼吸は吹かない。畳みかけましょう。警告、エネルギー残量に生存率低下。活動停止。品ですね。なあ、でかい結晶だな。廃坑にこんな大きな結晶が残っているんですね。試しに叩いてみるか。砕けるかもな。素敵な品ですね。視界がない相手にはブラインドファイルを使う。押しております。
警告、エネルギー残量不足。出力。構成反応、活動停止。警告、エネルギー残量不足。構成反応なし。本当に先生ここにいるのか。今は真実。気が多すぎる。こんなに多いとは少しの油断が命取りだ。出力どうそこで警告、エネルギー残量不足。光線反応、活動停止。そこで警告、構成反応、活動停止。出力停止。警告、エネルギー残量。結晶がこんなにたくさん。嫌な予感がしますね。奥へ進みましょう。警戒態勢を。巨大な巣があって、今まで何もないはずがない。一体どういうことだ。こいつに聞いても無駄だろうな。でしょうね。下がってろ、俺が行く。警告、エネルギー残像。前方に構成反応を検知。出力ん整えて当たる。警告、エネルギー残量。出力停止。警告、エネルギー残量。視界がない相手にはブラインドサイド不可能だ。警告、エネルギー構成反応、活動停止。出力停止。
エネルギー残量。エネルギー残量不足。視界がない相手にはブラインドサイド。今のが親だったとして、もしこの卵が全部帰ってしまったら、町の連中に知らせて大事になる前に処理しねえとな。ああ、マーキス様、やっぱりか。卵が帰る前でよかったぜ。疲れた。もうみんな怪我しすぎ。お疲れ様でした、ニーナさん。マーキス先生も軽症なようで安心しました。皆さんのおかげですよ。起きたら皆さんのことを伝えておきますね。って、私、まだ皆さんの名前知らないや。自己紹介してる暇なかったもんな。俺はレイモンドだ。レイって呼んでくれ。アベラルドだ。レティシアです。レイモンドさん、アベラルドさん、レティシアさん。よし、覚えた。先生が起きたら泊まってる宿にお知らせしますね。今日は本当にありがとうございました。はい、お待ちしています。今日俺たちはたくさんの命を助けた。大活躍だったろ。だから笑っとけ。ええ。お客様、施療院のニーナちゃんからことづて預かってますよ。マーキス先生が目覚められたそうです。いつでも来てほしいと。そうでしたか、ありがとうございます。よかったな、行ってみようぜ。え、早くマーキス先生のところに行こうぜ。ええ。施療院は西側の建物でしたね。失礼します。
ようございます。先生お待ちですよ。どうぞどうぞ。お名前を聞いて驚きました。ご健勝のようで何よりです。レティシア様、お久しぶりです、マーキス様。え、先生、レティシアさんと知り合い？ではもしや君は？アベラルド・ベルグホルムです、マーキス様。見違えました。立派になりましたね。あなたがレイモンドさんですね。この度は町の人たちを助けてくださって感謝いたします。ああ、先生も無事で何よりだ。それでレティシア様、ご用向きを伺っても？私は今ミダス・フレグリード様の行方を探しております。なぜミダスを探しておられるのです？ミダス様を王都にお連れしたいのです。今王国が直面する危機を回避するために。レティシア様はミダスがゲアした本当の理由をご存知ですね。王室と王国の不徳によるものと心得ています。ならば私が旧友の居場所をお話しできないこともご理解いただけると思います。どうしてもでしょうか？理由が違えばお教えできたかもしれません。マーキス様、どうかお引き取りを。そして願わくばお目通りはこれきりにしていただきたく存じます。何があったんだよ。ちょっと普通じゃない反応だったぞ。実は偉い人ですよね。先生があんな話し方するの初めて聞きました。ミダスおじさん探すのもその辺に関係してるんですか？ミダスおじさん、少なくとも先生がオーシディアス三賢者だったことは知ってるんですよね。先生、そんなすごい人だったのか？それが何か？私のフルネーム、ニーナ・デフォルジュって言います。デフォルジュ？デフォルジュってまさか？はい、オーシディアス三賢者セリオ理術師フィルベルト・デフォルジュは私のお父さんです。ちょっとは力になれそうな感じしません？道端でする話じゃないですね。宿屋の裏に私の家があるんで行きましょう。どうぞ、散らかってますけど適当に座ってください。ヘルガー肺化病の研究。あの、フィルベルト様は今どちらに？7年前に亡くなりました。え？それからずっとマーキス先生が親代わり。セリオ理術も先生から教わったんです。親父さんは教えてくれなかったのか？たくさんの資料は残してくれたけど直接は何も。私もあの日まで父さんや先生がそんなすごい人だなんて知りもしなかった。一体何をしにいらしたんですか？偉大な理術師に
哀悼の意を捧げに来たのだ。お引き取りください。フィルベルトは望んでいません。そうであろうな。わしの顔など見たくもなかろう。フィルベルトの娘か。フィルベルトとアマリアの面影がある。聡明な顔立ちだ。フィルベルトはこの子に自分と同じ道を歩ませるつもりはありませんでした。この子は私が育てます。そうか。お前にならフィルベルトも安心して託せただろう。邪魔をしたな。レティシア、アベラルド、行こう。レティシア様ですよね。ニーナさん。レティシア様、私には夢があるんです。もしレティシア様が私の夢に協力してくださるなら、私も先生からミダスおじさんの居場所を聞き出すのに協力します。いいんですか？レティシア様に当たるの間違ってますもん。先生や町のみんなを命がけで助けてくれたレティシア様を私は信じます。なあ先生、他のようだったらよかったみたいなことも言ってたろ。そこら辺がヒントにならないか？それはどうでしょう。どっちにしろ今の先生じゃいくら粘っても口開きそうにないし。よし、レイだけ一緒に先生のとこ来てくれる？何をするんです？いつものお仕事です。レイ、行こう。あ、ああ。一体何しに行ったのかしら。私は嫌な予感しかしません。でもまさかあの日の葬儀がフィルベルト様のものだったなんて。あの頃は姫も私も子供でした。だからって思い出せないほど幼い頃のことでもないわ。情けない。姫、フィルベルト様、確かに三賢者の最年長ではあったけど、お父様よりお若かったはず。一体どうして。二人とも早く出て、早く出て、先生が押しかけてきます。え、どこかに行くんですか？ライタールだったよ。薬の買い出しだとさ。薬の買い出し？いいから早く。とりあえず先生の頭が冷えるまで時間を空けないと。父さん、私やるから。さあ、先生に見つからないうちに町を出ちゃおう。